はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースエターナルトロールワールド、こののっぺらぼうさんという方もう存じってる方いるんじゃないでしょうか。この頃までですねコース制作を休止してたみたいなんですけど、ただいまということで皆さん行ってあげましょう。おかえり気持ち悪いおかえりで申し訳ありません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.07% だったね。でのっぺらぼうさんの後ろに ZM ってあるじゃん、あれどういう意味なんだろうね。ウェイト待てっていうことだね。それじゃあ待ちますか。そういうことしますこんなところに話持ってくるとかそういうことします。それじゃあ最初のこのウェイトという文字、待てという意味なんですが、ちゃんと消してあげますかみんながちゃんと進めるように。この方のコース久しぶりじゃない、どんな感じなんだろう。もう画面の情報に多くてどうしていいかわかんねえな。一旦下に降りてみる。一旦下に降りてこの果てで叩きます。うわ右のキノコいるくっそあのキノコを取ってどうすればいいかなんだよな。え、ここどうやってやられるんだろう。あ、ここに地下ブロックあるねそれじゃあここは右ダッシュしてキノコ取る、そういう感じだよねバリングになってる、さっきと違うやんかこれ絶対ミスった感じでしょ。マスターソードは封印しとけって。それじゃあここ多分リング避けろっていうことだよ。この上におったらキノコが降ってきたよね。でこのまんま上に行ける、やっぱそういう感じだね。そしてこの針に当たろっか。当たるねえ、どうやって当たるの、これどうすりゃいいのよ。あ、ここに隠しブロックがあるのか。そしてここ鉄球でしょきっと、分かってる。そんでこのまま下に行って、うわどうしよう、右に走っていくね、右に走ります。あはーじゃないんだってこの上は。いやここでマスターソード回避するじゃん。でブランコに引っかかるじゃんマスターソードが。あのマスターソードをどうやって取るかっていうことだよね。あ、このまま右に行けばいいんじゃないの。わざわざ左の針に当たらなくてよかったんだよきっと。でこの上に行ってマスターソードを取って右の方に進めと、そういう感じだね。ここはヒップドロップでいいんでしょうか。ヒップドロップした瞬間左に行くね、右と思うんでしょ。よしこっちで合ってんじゃないの、絶対そうだよ。違うじゃねえかじゃあここは突き刺しした後にすぐジャンプして避けれるか試してみるね。ほっ、うわ無理くせえ。でもあのブラパが引っ込んだ時に右に入れば間に合うでしょ。それじゃあ行きますか。でここでメガキノコ取って、もう目が痛えな、もうどうしないか分かんねえんだって。なんだここは裏闘技場か、誰がやってくんのここに。早く誰か来てよどうせ早く誰か来いよ、こっちはこんなに待ってんだよ。誰も来ねえじゃねえかそれじゃあここはデカキノコ取った時に左を知るか、それで合ってる大丈夫、変な声出てしまいましたけど。じゃあここでちょっと考えていい、リンクを取ってこのまんま、うわどうしよう、右下に行けばいいのかな、ここに行けばなんか変わる、大丈夫、やったやった、とりあえず取ったもん勝ち、よし中間取ったから僕の勝ちだね。はい、それじゃあ中間ポイントから始めていきますか。このドアに入っていきましょう。最初には何があるんだろう。キノコがあるね、このキノコを取ります。結構取れる、うわ右か、ポックよっしゃ取ることができました。そしてこのハテナブロック叩いて左を進化する、左のとこ入ります。よしよし、やっぱなんか出てくると思ったんだよね。さあ進んでいきますか。あ、尻耐久じゃねえか、うわこの尻耐久どんな感じなんだろう。左に行くしかないよね、まず左に行って。っていうか今までドッペラモンスターのコース尻耐久とかあったっけ、なかあったよね。これは僕対策ですか、僕対策だったらちょっと嬉しいんですけどこのまま右に行けば大丈夫だよ。うわなんか変なとこ連れて行かれたし、何ここ、いやじゃあここどうすればよかったのかな。右を失敗から右を失敗してみる、右のドカン入ります。なり入れないね、多分こっちで合ってた、今ね右のドカン入れなかったんだよね、なんで上の扉で合ってる。そしてここ上にすぐジャンプ、大丈夫だよ、このまま上のツタに捕まって右に行こう下のツタだね、うわここどうすればいいんだろう。左を失敗するね、左を失敗、違うの右押しっぱでいいよきっと、なんで右押しっぱする、大丈夫これでいいでしょ。そして上のカロンの甲羅を履いてジャンプしてみる、このポップブロックは何もないね、なんでこのまま右行って、うわ
脱げないパターンじゃないのこれ。うわ終わった感じじゃねえか。カロンの凍らせていかないけんっていうことね。なんで一旦この場所に置いて砲台の上に乗れば大丈夫、そういう感じだね。さあ進みますか。っていうかピンクコインコースなんだね。さてここはどうすればいい。早く下に行こう。あのベッドより早く下に行く。よっしゃ来た。多分これで合ってんじゃないのかな。そして一回やられると、そういう感じだね。はい、それじゃあ今やられたんですけど、これで右のドアが開けるっていう感じでしょう。やっぱりね。それじゃあ進んでいきますか。そして次はキノコがあるな。右下にメットもあるね。あのメットを蹴るのが正解だよ。上のキノコ罠だよきっと。なんでこのメット蹴ります。任せて。多分これが正解だから。これ入れないかな。やり直し聞く。頼む聞かせて。やり直し聞くんじゃないの。あ、というかこれが正解っていうパターンなんじゃないの。ほらほら熱くない。合ってる。合ってんじゃないの。ほらやったね。うそ。いや見事な推理だったと思いませんか。ここでオンオフを変えてこの状態で扉に入ると、これは誰もが予想できなかった。ここでさっき左の方でさ、つららに引っかかったじゃん。バネか。このバネに当たらなかったら左の土管に入れる。入れんね。あ、こっち罠なの。嘘でしょ。ここまでさせてそれはないでしょ。もう一回右に蹴ってみる。この甲羅そしたらどうなるかだよね。うわ、なんもなんないか。うわ、どうすればいいんだろう。あれ、なんか上に行けたんだけど。こっちなんか正解っていうパターンかな。うわ、なんもないね。っていうかさ、これどうやってやられんの。皆さんガマ発見しました。あのペラモンさんのコースでガマ発見しました。メット蹴るところまでは絶対合ってると思うんだよね。でメット蹴って扉に入るで合ってんじゃないのかな、この扉。いや入れんくなったし。このまま一旦左行ってみる。左行ったらまあやられるよね。あ、なんか下に行けるようになったよ。なるほど。メット蹴ってキノコ蹴って、あ、キノコ蹴ってじゃない、メット蹴ってキノコ取って左に行けばこの砲台があのなくなるっていう感じだったんだね。そういうことか。いやこれは分かんないな。ヒントか何か欲しいぞ。じゃあここでリンク取ります。合ってる。そしてここでブロックを壊す。それで合ってるでしょきっと。頼む。うわー、ガードしたらどっか連れて行かれたよ。どっどういう感じですかね。ここ誰か来るんでしょ絶対。さっきのブンブンが来るのかな。どうなんだろう。あ、この左当たればいいだけやんね。被弾覚悟でこのコーデブロックを壊していいっていう感じだと思うんだよね。そして次はスーパーボールフラワーか。キノコダメって書いてるね。ガチになっていく。これ信用していいのかな。頼む合ってて。よし合ってる。さあ次はどんな感じなんだろう。もう右に行くしかないよね。こっち進みます。で、ここは鉄球でしょ。よしよしよし。で、このまま右。やべえ、こいつはやべえぞ。じゃあこのハテナブロック壊したら何もしないでいいっていう感じでしょ。よしよしよし。いや待って、こいつらまずいんじゃないの。はぁ、じゃあここは叩いて左のちくわブロックに乗ればいいっていう感じでしょ。で、ここでキラーを回避するんだね。よしよしよし。次に進みますか。頼む、合ってるよね。よっちゃ長いなこのコース。でこのまま右に走っていこう。うわ、どこに行けばいいんだろうこれは。なるほど、キノコ。うまい。急にキノコ出してくる系多いよね、のっぺらぼうさん。じゃあここでオンオフを叩く。オンじゃね、ハテナ。うわ、なんもないね。これ右ゴールっていうことはないよねきっと。今まで数々の罠それ引っかかってきたからね。多分違うと思う。と見せかけてゴール。うわっ。悔しい。いや、まんまと騙されたねこのツナ。たまにゴール当たってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。それじゃあこの扉入っていきましょう。きっとこっちが正解。ヒント、赤い土管。うわ、マジかよ。え、違うのこっち。ヒントって書いてるってことはこっち違うってことだよね。ドントゲット。ドントゲット、何 CP1。嘘。っていうことはチェックポイント位置を取らんで進めっていうことかな。リセット。うわ、絶対そうだよね。一回スタートからやり直して進んでってみるね。それじゃあこの上のチェックポイントなんだけど、これを取らなかったらいいっていうことだよね。でこのまま右に進んでいけばなんか変わるっていう感じじゃないかな。え、
なんか変わってんのかな。一緒だよね。うわ、どっから違うんだろう。絶対どっかから急に違うパターン来るよ。さっきと違うやんか的な感じ来るよ。見ててね。ほら来た。ここで来んのか。何よこの死に耐久。死に耐久ってかこれ待てばいい感じで一気アップ、一気アップね。次は一気アップ。どうせなんか最後に違うやつ持ってくるんでしょ。ブンブンとか持ってくるんじゃないの。紛らわしいんだよ色が。ここどうするんだったっけ。何もしないでよかったっけ。何もしない。下に捕まって右おしっぱから右おしっぱ、あ、これで合ってた。よっしゃよしよし。じゃあ次はこの土管で行きましょう。次はどうなるんだろう。あ、ここで中間ポイントはくれるんだけどくれねえ。次こそきっちり中間ポイント取るよ。ここ下に降りて左おしっぱでよかったよね。左おしっぱよし、で中間ポイントゲット、やったこれでいいんでしょ。これで一旦やられて次に進めると思うんだよね。さあ無事チェックポイント3取れたのはいいんだけど、このチェックポイント3も取るなとかそんな鬼畜じゃないよね。さすがにさっきのさ、あのヒントって書いてた場所があるじゃん、あのリセットって書いてた場所、あそこまで行けば何が変わってると思うんだよね。この辺は何も変わんないでしょ。なんで。いやここに溶岩リフトは分かんない。絶対分からんやろあのリフト。じゃあここでリンク取って氷ブロックを溶かすところまでは絶対合ってると思うんだよね。さあこっから何か違うんでしょうか。左下、あ、なんか斜線のところあるじゃん、氷ブロックのとこ、あそこにキノコのマークがないんだよね。これで合ってたのか。いや合ってる合ってる。で先にキラーが出てきたよね。ここもちくわブロックで避けるで合ってる。そうでしょ、頼む。よしよしよし。あそれじゃあ次はきっちりあの鉄球避けるよ。このキラーが通り過ぎた後にジャンプしよっか、ここ。でこの土管に入っていけるとそういう感じだね。さあ次は何が待ち受けてるんでしょうか。さっきと違うのかな、どうなんだろう。こっち右行ってここら辺でキノコ出てきたよね。うわ左下に出てくんのか。大体さチェックポイント位置を取らないだけでこの罠が変わる仕様、マジでどうやって作ってるか分かんないよね。じゃあここは一旦右に行って左に行けばいい、そういう感じでしょ。頼む。うわここ何。今度は右上に出てくんのか。やるじゃねえかのっぺらぼう。でもガバを見つけた僕の勝ちだね。それじゃあ次はきっちりキノコ取っていくよ。ここで一旦右行くでしょ、で左行ってもう一回右行ったらここに出る。よっしゃ。そして右下のツタ、今度はさ、なんで危ねえ。あそこ足場になってないんだね。そしてこの右下のツタゴールだと思わないですか皆さん。今度こそゴールで会ってくれ。なんで違うのだから。悔しい。もうマジでいつかツタゴールで会ってほしいね。じゃあ右のツタ違ったからね、多分この扉で会ってると思うんだよね。そうでしょ。うわ入れんよ。マジで入れないんだけど、今ね上連打してるんだけどマジで入れないんだよね。え違うってこと。いやこっからいける。そこだ。一旦ここの下に行って隠しブロックを出すでしょ。そして左に行けるようになってたんだよね、コインになって。なんでこっから左に行けば行けるはず、そういうことでしょ。こっちだね。ここが正解でしょ。なんでよ。別にゴールさせてよね。そんなにゴール前罠仕掛けんでもよくないですか。それじゃあ皆さん長々お待たせしました。今度こそゴールできるよきっと。ここで右の砲台が開くっていう感じでしょ。でここで金魚受けて右、多分それで合ってるよね。よっしゃ来ました、これでゴールじゃねえか。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、最強への道4ということで、僕ですねいつも最後にね一発マリオ持ってくると思うんですけど、このコースって一発マリオの部類に入るのかな。まあその辺はですね置いといて、見てくださいこの3面 P スイッチを階段上に設置してるんですよね。なんでですねこの P スイッチをどんどん踏んでゴールまで目指せっていうことだと思うんですよ。ただ P スイッチを踏むとですねブロックが下に落ちていくと思うんですよ。それをどうやってかいくぐっていくのか、それじゃあ早速やっていきますか。まず普通に P ジャンかましていこっか。まあそうなる
よね。ピンスイッチ踏んでさ、どこで次ジャンプするか見極めていいかな。一旦左を蹴るね。うわ、全然わからん。早く行けっていうことだろうね、あの右上のピンスイッチのところに。あ、でもさ、これピンスイッチがなくなったら、ほら右上の方行けるじゃんね。この状態で右上行ったらゴールできるみたいな。いや、やっぱそんな甘くないよな。とりあえずさ、思いっきりジャンプしてみる。そして右上のピンスイッチの方に届くか試してみるね。あれ、もうゴールできたんだけど。え、3回ぐらいだよ。この動画が良ければ、いや、ちょっと待って、そんなに簡単なわけがない。今たまたま行けただけだと思うよ、きっと。あれ。いや、マジで一発だよ、これも。これそんな難しいのかな、どうなんだろうね。もしかして上手すぎる。いや、すいません、調子に乗ってしまいました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。